Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現を紹介します。フランス人の会話の中でよく使われる車を表す短い表現があるのですが、ご存知ですか？正解は、une caisse。荷造り用の箱や金庫、レジという意味がありますが、車のボディという意味もあるので、話し言葉では車という意味で使われていますよ。さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアントー。